こんにちは、カジェツシュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけた草いちご酒ですが、つけてから6ヶ月の時が流れましたので、今日は第3回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。前はいちごジャムの色でしたけど、少し茶色くなったと思います。大抵の果実酒は茶色に引っ張られていきます。そういえば中の果物はラズベリーより粒が密集していて、集合体恐怖の方には辛いかもしれない。では注いでいきます。注げました。では飲んでいきます。やっぱりストロベリーにラズベリーに、結論が出ました。こちらの6ヶ月目の草いちご酒評定は 4.1 ポイントです。6ヶ月目の草いちご酒、以前と変わらずラズベリーとストロベリーをアソートしたお菓子のような香りを保っています。時間経過の力によって糖分がこなれて甘ったるさが少なくなり、アルコールもこなれて飲みやすくなってきています。なので評定が上がりました。草いちご酒、登山をする方の間で結構人気があるそうですが、その気持ちがわかります。それでは今日の動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。